大東亜戦争で最大の激戦地硫黄島で戦死された一丸利之助中将がルーズベルト大統領に宛てた手紙を紹介します。一丸中将が最後の突撃攻撃を行って懺悔されたのは1945年3月26日です。その9日前の3月17日、中将は地下20メートルの洞窟に動ける者を全員集めました。そして副官であるマセ中佐が一歩前に出てルーズベルトにあたうる書を読み上げました。朗読が済むとこの書の和文の方を通信将校の村上大尉が腹に巻きつけ、英文のものは高専参謀の赤田中佐が身につけました。そして一丸中将は栗林中将とともに軍服にある一切の腱鞘を外し、一人の皇国臣民として最後の突撃を行い懺悔されています。ルーズベルトにあたうる書はアメリカ海兵隊員の手で二人の遺体から発見されました。一丸中将は自らの死を目前として、たとえ硫黄島が奪われ我が身が土に帰ったとしても人が人として生きることの大切さをこの書にしたためることで、死してなお日本の描いた壮大な理想、悠久の大義のために戦い続けようとしたのではないでしょうか。ルーズベルトにあたうる書。日本海軍一丸少将がフランクリン・ルーズベルト君にこの手紙を送ります。私は今この硫黄島での戦いを終わらせるにあたり、一言あなたに告げたいのです。日本がペリー提督の下田入港を機として世界と広く国交を結ぶようになっておよそ100年、この間日本国の歩みとは難儀を極め、自らが望んでいるわけでもないのに日清、日露、第一次世界大戦、満州事変、支那事変を経て、不幸なことに帰国と交戦するに至りました。これについてあなた方は、日本人は好戦的であるとか、これは黄色人種の災いである、あるいは日本の軍閥の船団などとしています。けれどそれは思いもかけない的外れなものと言わざるを得ません。あなたは真珠湾の不意打ちを対日戦争開戦の唯一の宣伝材料としていますが、日本が自滅から逃れるためこのような戦争を始めるところまで追い詰められた事情はあなた自身が最もよく知っているところです。恐れ多くも日本の天皇は皇祖皇孫を建国の対象に明らかなように要請、長期、設計を参考とする八公一憂という言葉で表現される国家統治計画に基づき、地球上のあらゆる人々はその自らの分に従ってそれぞれの郷土でむつまじく暮らし、恒久的な世界平和の確立を唯一の念願とされているに他なりません。このことはかつて世もの海皆腹からと思うようになど波風の立ち騒ぐ乱という明治天皇の御政があなたの叔父であるセオドア・ルーズベルト閣下の感嘆を招いたことで、あなたもまたよく知っていることです。私たち日本人にはいろいろな階級の人がいます。けれど私たち日本人はさまざまな職業に就きながらこの天業を助けるために生きています。私たち軍人もまた感化を持ってこの天業を広く推し進める助けをさせていただいています。
私たちは今、豊富な物量を頼みとした幾何の空軍の爆撃や艦砲射撃のもと、外形的には圧倒されていますが、精神的には充実し、信じますます明朗で歓喜にあふれています。なぜなら、それは天行を助ける信念に燃える日本国民の共通の真理だからです。けれど、その真理はあなたやチャーチル殿には理解できないかもしれません。私たちはそんなあなた方の心の弱さを悲しく思い、一言したいのです。あなた方のすることは、白人、特にアングロサクソンによって世界の利益を独り占めにしようとし、有色人種をもってその野望の前に奴隷としようとするものに他なりません。そのためにあなた方は感策もって有色人種を騙し、いわゆる悪意ある善政によって彼らから考える力を奪い、無力にしようとしてきました。近世になって、日本があなた方の野望に抵抗して、有色人種、ことに東洋民族をして、あなた方の束縛から解放しようとすると、あなた方は日本の真意を少しも理解しようとはせず、ひたすら日本を有害な存在であるとして、かつては友好であったはずの日本人を野蛮人として、公然と日本人種の絶滅を口にするようになりました。それはあなた方の神の意向にかなうものなのですか？大東亜戦争によって、いわゆる大東亜共栄圏が成立すれば、それぞれの民族が全盛を謳歌します。あなた方がこれを破壊さえしなければ、全世界が恒久的平和を招くことができる。それは決して遠い未来のことではないのです。あなた方白人はすでに十分な繁栄を遂げているではありませんか？数百年来、あなた方の搾取から逃れようとしてきた哀れな人類の希望の芽を、どうしてあなた方は若葉のうちに摘み取ってしまおうとするのでしょうか？ただ東洋のものを東洋に返すということに過ぎないではありませんか？あなたはどうしてそうも貪欲で強硫なのでしょうか？大東亜共栄圏の存在はいささかもあなた方の存在を否定しません。むしろ世界平和の一翼として、世界人類の安寧幸福を保障するものなのです。日本天皇の真意はその他にはない。たったそれだけのことを、あなたに理解する画量を示してもらいたいと、私たちは希望しているに過ぎないのです。翻って欧州の情勢を見ても、相互の無理解による人類の闘争がどれだけ悲惨なものか、痛嘆せざるを得ません。今ここでヒトラー総統の行動についての是非を云々することは慎みますが、彼が第二次世界大戦を引き起こした原因は、一次大戦終結に際してその開戦の責任一切を敗戦国であるドイツ一国にかぶせ、極端な圧迫をするあなた方の戦後処置に対する反動であることは、看過することのできない事実です。あなた方が善戦してヒトラーを倒したとしても、その後どうやってスターリンを首領とするソビエトと協調するおつもりなのですか？およそ世界が強者の独占するものであるならば、その闘争は永遠に繰り返され、いつまでたっても世界の人類に安寧幸福の日が来ることはありません。
あなた方は今、世界制覇の野望を一応は実現しようとしています。あなた方はきっと得意になっていることでしょう。けれど、あなたの先輩であるウィルソン大統領は、そういった得意の絶頂の時に失脚したのです。願わくば、私の言外の意を汲んでいただき、その轍を踏むことがないようにしていただきたいと願います。10海軍少将。この書は米国内のさまざまなメディアで紹介され、書に書かれた理想は形を変えて米国の理想となり、今や世界の人類の常識とまでなっているのです。そしてこの書はアメリカ海軍兵学校内アナポリス博物館に今でも大切に保管されています。優しさ、思いやり、潔さ、努力、忍耐。日本を訪れる外国の人々は、日本人との触れ合いに喜びと称賛の声を送ってくれます。しかし日本人の多くは、そんな自分に日本という国に誇りを持てないでいます。特にやむにやまれず突入した先の大戦以降、日本の歴史は大きくねじ曲げられ、日本人はアジアを侵略した悪い国民であるという誤った刷り込みによって、日本人であることを恥じている人も数多くいます。自虐史観の洗脳は長らく日本人の自信喪失につながっているのみならず、次世代を担う子供たちの心まで蝕むほど根深く浸透してしまいました。戦後70年の節目を迎えるにあたり、今こそこれまでの誤った歴史認識の時代を終わらせなければなりません。そして今を生きる大人たちが、日本の未来を担う子供たちに、日本の歴史の真実を伝え、日本という気高い国に生まれたことに誇りを持ち、勇気と希望を持っていただきたいと思います。その日本人というのを考えるときに、そのどのぐらいから日本人のマインドというものが始まってきたのか、日本人が日本人らしい、その日本人らしさを築き上げた時代が実はあったんですね。これが縄文時代。この縄文時代の遺跡っていうのは全国に数万箇所あります。この遺跡からいろんな遺物が発掘されてるんですけれども、いまだかつて縄文時代の遺跡からただの一つも発見されてないもの。世界中の古代遺跡には必ず発見されるのに、日本の遺跡ではただの一つも発掘されたことがないものが一つあります。これ何でしょう？実は対人用の武器なんです。人が人を殺すための武器っていうのが、いまだに縄文時代の遺跡からは発掘されないんです。それだけの長い期間、日本では人が人を殺す文化っていうものをしてこなかったわけですね。で、それが、そういう期間が1万7000年も続いてた。これすごいことですよね。とっても魅力的なことのように思います。現在の日本の学校で使われている歴史の教科書は、大東亜戦争後の日本のことをアジアを侵略した悪い国だと教えます。私たちが教科書を通して教えられてきたことは、あまりにも一面的なものだったのではないでしょうか。歴史というものは、さまざまな出来事の積み重ねからなっています。私たちはそうした歴史のすべてを知ることが無理でも、バランスの取れた理解をすることは大切なことです。日本は悪いことだけをしたという考えに偏るのではなく、また日本は全く悪くなかったというのでもなく、公平に歴史の真実を見つめる歴史観が必要です。
日本の近代史はペリーが黒船を引き連れて浦賀沖に侵入したところから始まります。ペリーは開国を迫り日本に大きな衝撃を与えました。日本は変革を余儀なくされ明治維新を達成し富国強兵政策を取ることで世界の強国への仲間入りを実現します。あまりにも早く近代化した日本は列強国に嫉妬されいじめに遭うことになります。日本はロシアの脅威が満州や朝鮮半島に及ぶことを警戒して日清戦争、日露戦争を戦いました。アジアの国々が西洋列強国に植民地化され侵略される中で日本は西洋の帝国主義に挑戦し続けた唯一の国だったのです。明治以降日本は日清日露そして第一次世界大戦第二次世界大戦という大きな戦争を経験しました。でその戦争をやってきたっていうそのいわゆる日本の戦前の歴史を見たときに日本は侵略国家であるっていう人たちがいますよね。でその非常に不思議に思うんですけれどもじゃあどこ侵略したんだという話でまずその東南アジアを考えてみる。東南アジアを考えるときにマレーシアとかタイとかミャンマーとかですねシンガポールベトナムってありますけどもそこに確かに日本は兵隊さん出してますよね。シンガポールマレーシア兵隊出したのこれ事実です。そこで日本はマレーシアの人と戦ったんでしょうか、ベトナムの人と戦ったんでしょうか。戦ってないですよね。日本が戦ったのはその東南アジア諸国を植民地化していたイギリスであったりあるいはオランダであったりフランスであったりと戦ってるわけですね。ということはその東南アジア諸国を侵略植民地として支配していた侵略者たちと日本は戦ったわけですね。でその結果それぞれの東南アジア諸国っていうのは、まあ、今 ASEAN 諸国って言われてますけれどもそれらの国々は独立を植民地支配から脱却してで独立国となっていったということは日本は少なくとも東南アジアは侵略したことになりませんよね。じゃあどこ侵略したんだ、中国あるいは朝鮮半島という話になってこようかと思うんです。日本はどこまでもその民衆のためにという考え方でやってきました。で大陸にも軍隊を出動させました。でも軍隊が侵略のために出ていったんではなくて民間がまずいろんな形で援助をしようということで出ていってそして実際に農業も行いそして生産高も上げ鉄道も引きでところがそれをあいつら腹いっぱい飯食ってるどうやら金も持ってるらしいってなってきた時にそれを襲う連中がいてで襲う連中がいたらもうしょうがない、日本もやっぱり軍隊に来てもらうしかなくなってくる。このどこがどう侵略なんでしょうか。あるいは通商事件で230名余の日本人が本当にひどい殺され方をしてでそれに対して あなた方の言い分全部飲むからもうこれ以上戦うのやめようよって言って本当にそういう交渉を一生懸命になって和平を願っていったもの言ったそのどこがどう侵略になるんでしょうか。ですから侵略っていう言葉を軽々に使うんではなくて実際にどういう歴史があったのかっていうことをもう一度虚心に振り返ってみるという努力は私たちにとって必要なんじゃないかなと思います。日本の近代史を正しく理解するために今一度歴史を紐解いてみましょう。日本の戦争は本当に侵略戦争と言えるのでしょうか。歴史の客観的事実を知るために外国人がどう捉えていたか検証していきます。まずはじめにフレデリック・ヴィンセント・ウィリアムズというアメリカのジャーナリストが書いた
中国の戦争宣伝の内幕、日中戦争の真実という書籍を紹介します。1938年に出版された書籍で、歴史の本ではなく、その当時の満州や蒋介石と日本の戦争の実態をその現場から本国アメリカに報告したドキュメンタリーなのです。1900年の義和団事件以降、治安の悪い満州には列強の軍隊が駐留していました。日本からは関東軍が駐留していました。その頃の満州の様子をこの書籍は紹介しています。日本は中国の大衆は怠惰で、中国軍閥の貪欲さも知っていた。しかし日本はその軍閥とその傭兵貴族集団を満州から放逐してしまった。そしてそこを北支人が嫉妬するほどの国に変えてしまった。数千万に上る人々が毎年満州国の国境を越えようとやってきた。そこで彼らは高賃金で稼げた。以前の満州は満州国になった。新しくできた満州国は蒋介石やその配下の軍閥にとって、目の上のたんこぶか、喉に刺さったトゲのようなものであった。それは中国共産党にもロシア共産党にとってもそうであった。というのも、貧相極まる満州から幸福と繁栄の帝国に満州国は変貌を遂げていたからだ。日本の統治で疑いなく満州帝国は繁栄を極めるだろう。満州国の清潔で賑やかな町と村、よく秩序だった生活、近代的な鉄道と中国本土の惨めで貧しい貧乱した状態を比較してみるがいい。立ちどころに南京政府もソビエトロシアも秩序というものから程遠いことが理解されるだろう。満州国はウィリアムズ氏の目にはこんな風に映っていたのです。そして我が国を蒋介石との戦争に引きずり込むために、中国共産党は張作霖爆殺事件や盧溝橋事件などを裏で操り、日本軍のせいにした。ここまで卑劣な行為で挑発されても、日本人は我慢強い民族であるがゆえに、世界にアピールすることもせず、中国と戦おうともしなかったのである。多発していた日本人が虐殺された事件についても、もし他の国でこういうことが起きれば、そのニュースは世界中に広まって、その恐ろしさに縮み上がるだ。そして殺された人々の国は直ちに行動を起こすだ。しかし日本人は宣伝が下手である。中国にいる外国人には驚きとしか思えないのだが、日本はすぐには動かない。彼らは共産主義者によって虐殺が遂行されていたことが分かっていた。また西洋諸国が日本を貿易市場から締め出した以上、満州との間でビジネスをしなければならないことが分かっていた。率直に言って、中国とは戦争をしたくなかったのである。中国政府がロシアの共産主義者の罠にはまっていることも分かっていた。しかしそれでも中国の人々とは戦争をしたくはなかったのである。なぜなら中国は隣国であり、もし望むならば生きていくためのなくてはならないお客様だったのである。こんなふうにウィリアムズ氏は共産党や国民党の蒋介石、そしてその妻である宋美齢のプロパガンダに騙されて、アメリカ本国が事実を誤認して報道していることに苛立っていました。なぜならウィリアムズ氏の母国アメリカが間違った情報で戦争の泥沼に引きずり込まれようとしていたからです。ウィリアムズ氏はまた上海事変の開始についても詳しく書いています。戦いは始まった。しかし最初の銃撃が始まる前に、モスクワと
ヨーロッパのプロパガンダ機関や中国の報道機関が動き始めていた。世界では統一されて目覚めた中国が侵略者に直面しているのだと報道されていた。プロパガンダによって日本軍は最初から悪者にされていた。蒋介石軍10万、日本軍2500、圧倒的な戦力の差があったにもかかわらず、日本軍は1週間持ちこたえた。蒋介石軍は爆撃機でキャセイホテルやパレスホテルを爆撃し、自国民や外国人を大量に殺戮しているのである。その時に撮影されたやらせ写真がこの子供の写真である。この写真はアメリカでライフ誌を飾り、1億3000万人の同情を誘い、日本軍の残虐さを煽り、反日感情に絶大の効果をもたらした。アメリカ人には蒋介石の兵隊と日本兵の区別がつかないことを良いことに、数限りない偽物の写真でアメリカ人を騙してきたのである。驚くべきことに、この書籍は「ビハインド・ザ・ニュース・イン・チャイナ」というタイトルで、上海事変のすぐ後の1938年に出版されているのです。しかしフレデリック・ヴィンセント・ウィリアムズ氏は、ラルフ・タウンゼント氏とともに日米開戦の後、日本に有利な情報を流したということで逮捕・拘留されてしまいました。続いて朝鮮と日本の関係です。韓国人のキム・ワンソプ氏の著作「親日派のための弁明」から、日本による朝鮮併合の頃の実態を検証してみます。韓国で生まれ育った私には、かつて強い反日感情がありました。日本が嫌いで、日本語を全く学びませんでしたし、日本語を使う人を見ると不愉快になりました。その後、私の対日感は大きく変化していきます。私は海外に出て、実際の日本人が予想外に洗練された人たちであり、韓国人と比べて立派な点が多くあることを知りました。国際社会における韓国と日本の位置をより客観的に認識できるようになり、朝鮮の開国期と日本統治について、一方的に歪曲された歴史認識から徐々に抜け出し、バランスの取れた認識が持てるようになったのだと思います。反日感情を意図的に作り出す上で基本になったのが、歪曲された間違った歴史認識です。韓国人は幼い時から学校や家庭で、あるいは社会を通じて、さまざまなやり方で捏造された歴史を学びます。これによって、ごく普通の韓国人は、総督府時代とはあらゆる朝鮮人が日本人の奴隷として生き、搾取されて死に、追い出された時代だったという認識を持ちます。今の私は、韓国人の誤った歴史認識は何としてでも正さなければならないと考えています。日露戦争が終わった1905年以降、日本にとっての朝鮮は植民地というより拡張された日本の領土という意味合いが大きかったのです。当時日本人は朝鮮と台湾を統治するにあたって、おおむね本土の人間と同じ待遇を与えました。むしろ本土以上の投資を行い、産業施設を誘致するなど破格の扱いをしていたと考えられます。日本の統治により、朝鮮は多大な発展を遂げました。30年余りの間に1000万人足らずだった人口が2500万人に増え、平均寿命は24歳から45歳に伸び、未開の農業社会だった朝鮮は短期間のうちに近代的な資本主義社会へと変貌したのです。日本からは優秀な教師が赴任して朝鮮人を教育し、日本政府から
莫大な資金が流入され、各種インフラが建設されました。日本の植民地時代が朝鮮の実質的な産業革命期であり、朝鮮の民衆が文明化という史上初の変化を経験しながら幸福を享受することができたことには疑問の余地がありません。この時期、朝鮮半島は日本の植民地ではなく日本の一部だったのです。1986年以来、日本では首相や閣僚が靖国神社を参拝することがタブーになっています。参拝するたびに韓国や中国の非難が集中するからです。一体韓国は太平洋戦争で日本と戦争でもしたというのでしょうか。当時韓国は日本であったし、朝鮮人は誰でも日本軍として参戦したのだから、正しく言えば戦犯国に近いのです。実際に戦争当事者であるアメリカは何も言わないのに、関係ない韓国が非難するのは論理的にも納得がいきません。今年はですね、戦後70年ということで、中国なんかも70年見直しするとか、まあ、ロシアもなんとかかんとかなんか言っておりますが、やはりね、戦後日本をずっと縛り続けてきたのはですね、東京裁判史官というね、歴史官なんですね。これはまあ、日本が敗戦した時に、連合国が日本を裁いたわけです。初めからその日本を有罪にしなきゃならないということが決まっておりましてですね、それでマッカーサーはもう連合国の全部の負託を受けてですね、国際法によらず、国際法によらないんですよ、マッカーサー条例という自分の参謀本部が作ったようなですね、項目で検事に告発してもらって、それにやってやるというわけですから、初めからまあ結論は分かっているような裁判ではありました。東京裁判は1946年から48年まで行われました。日本は1931年の満州事変から1937年の盧溝橋事件を経て日中戦争に突入し、1941年の日米開戦、そして1945年の終戦に至るまでのプロセスを侵略戦争と判定され、この侵略戦争を計画し、準備し、開始し、遂行したことは平和に対する罪にあたるとして、東条英機ら7人の絞首刑が遂行されました。アメリカ人は勝ったもんですからね、戦時プロパガンダそのままのように日本人は悪いやつだ、まあ、悪魔みたいなもんだというような感じだったんです。ところがですよ、裁判が始まってみますとね、弁護団が燃えるんです。何、日本悪かったんじゃないんじゃないか、全然悪くないんじゃないかということでね、燃えるんです。例えばですね、人道に対する罪なんていう時もですね、アメリカ人の弁護人がですね、それなんだと、我々はね、原爆を作らせたやつ、運ばせたやつ、落としたやつ、みんな分かってるじゃないかと、そんな国がどうしてその日本の人道問題を言えるかという趣旨のことをね、アメリカ人の弁護人が言ってるんですよ。The proposition that killing in war is not murder. That killing in war is not murder.Follows from the fact that war is legal. This legalized killing, justifiable homicide technically perhaps, however repulsive, however abhorrent, has never been thought of as imposing criminal responsibility. If the killing of Admiral Kidd,By the bombing of Pearl Harbor is murder. We know the name of the very man whose hands loosed the atomic bomb on Hiroshima.
We know the chief of staff who planned that act. We know the chief of the responsible state. Is murder on their consciences? We may well doubt it. We may well doubt it. And not because the event of the armed conflict has declared their cause just and their enemies unjust. Because the act was not murder. Show us the charge. Produce the proof. Killing contrary to the laws and customs of war. Name the man whose hand dealt the blow. Produce the responsible superior who planned, ordered, permitted, or acquiesced in this act, and you have brought a criminal to the bar of justice. まあ、東京裁判史観というのは本当に日本を縛りつけているものですけれども、もっと詳しくね議論するような場合はですね、パル判事の判決書というのがあるんです。東京裁判で参加した判事の中で唯一国際法の専門家であったパール判事は、日本が国際法に照らして無罪であることを終始主張し続けてくれたインド人の判事です。日本の教科書が東京裁判史観に立って、日本は侵略の暴挙を犯した、日本は国際的な犯罪を犯したなどと教えていることを大変に憂いて、日本の子弟が歪められた罪悪感を背負って卑屈大敗に流されていくのを私は平然と見過ごすわけにはいかないとまで言って励ましてくれたのです。まさにこの時のパール判事の予言通り、東京裁判史観は70年後の現代の日本に未だ深い傷跡を残しているのです。日本が敗戦で自信を失い、思想的にも文化的にも日本人のアイデンティティを失っていた時代に、パール判事の言葉はどれだけ日本人に勇気と希望を与えてくれたことか。私たちは決してこの恩義を忘れることはないでしょう。パール博士によりますと、日本の外務省はわざわざご丁寧に英文パンフレットまで出して、日本の罪悪を謝罪し、東京裁判のお礼まで述べている。東洋的健常の美徳もここまで来ると情けなくなる。なぜ正しいことは正しいと言えないのか、間違っていることをどうして間違っていると指摘できないのか、とパール博士は嘆かれました。パール博士は原爆慰霊碑に献花して黙祷を捧げました。その碑に刻まれた文字に目を止められ、通訳に何が書いてあるかと聞かれました。安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませぬから。博士は二度三度確かめ、その意味を理解するにつれ、その表情は厳しくなったのです。この過ちは繰り返さぬという過ちは誰の行為を指しているのですか。もちろん日本人が日本人に謝っていることは明らかです。それがどんな過ちなのか私は疑います。ここに祀ってあるのは原爆犠牲者の霊であり、その原爆を落とした者は日本人でないことは明白です。落とした者が責任の所在を明らかにして、二度と再びこの過ちは犯さんというならうなずけますが、この過ちがもし大東亜戦争を意味しているというなら、これまた日本の責任ではありません。その戦争の種は西欧諸国が東洋侵略のために撒いたものであることも明らかです。さらにアメリカは ABCD 包囲陣を作り、日本を経済封鎖し、石油禁輸まで行って挑発した上、ハルノートを突きつけてきた。
アメリカこそ開戦の責任者ではないですか。東京裁判で何もかも日本が悪かったとする戦時宣伝のデマゴーグがこれほどまでに日本人の魂を奪ってしまったとは思わなかった。東京裁判の影響は原子爆弾の被害よりも甚大だと嘆かれました。時が熱狂と偏見とを和らげた暁にはまた理性が虚偽からその仮面を剥ぎ取った暁にはその時こそ正義の女神はその計りを平行に保ちながら過去の懲罰の多くにそのところを変えることを要求するであろう。ラダビノート・パール。このリビジョニストという言葉がね、アメリカで今非常に流行ってですね、日本のが立派な国であったと言おうとするとすぐにリビジョニストと言って批判するのが盛んです。そしてリビジョニストと言われますと、まあみんながね、これアメリカ人もね研究していますから日本は悪かったんじゃないんだという学者がいっぱい出るんですよ。それでもリビジョニストと言われるとね、社会的地位を失う恐れがあるんです。だから我々はですね、今戦後70年を機会にしてどうしても破らなきゃならないのは東京裁判士官です。あれで日本を締め付けられてるんです。だからそれを破る手は一番有力なのはあるです。マッカーサーが最大のしかも一番最初のレディジョニストでした。東京裁判を見直してあれは日本の自衛のためだと宣言してくれた最初の人ですよ。だから我々はレディジョニストと言われたらマッカーサーに戻りましょう。日本は絹産業以外には固有の天然資源はほとんど何もないのです。彼らは綿がない、羊毛がない、石油の産出がない、錫がない、ゴムがない。それら一切のものがアジアの海域には存在していたのです。もしこれらの原料の供給を断ち切られたら1000万人から1200万人の失業者が発生するであろうことを日本人は恐れていました。したがって彼らが戦争に飛び込んでいった動機は大部分が安全保障の必要に迫られてのことだったのです。それから南京大虐殺なんていう人がいたら、あんたは蒋介石さんよりも南京のことよく知ってんですかと、蒋介石は一度も南京大虐殺行ったことありませんよと、毛沢東とも行ったことありませんよ、周恩来も行ったこともありませんよ、小平も行ったことありませんよ、どういう根拠で言うんですかと、根拠出してくださいって言ったらね、根拠はない。だから我々はね、いろんな議論するときは丁寧な議論の、材料もあります。しかし多くの場合はね、いろんな議論の材料を出す間にですね、なんかぼやけちゃうんです。だから簡単にね、マッカーサーとね蒋介石、この2つぐらいでね、普通の、日本を悪口言う人の口を完全に塞ぐことができると私は思います。ハミルトン・フィッシュはルーズベルトと同世代を生きた共和党の重鎮政治家です。著書ルーズベルトの開戦責任、大統領が最も恐れた男の証言の中で、何が何でも戦争をしたかったルーズベルトが議会を欺いて世界大戦に導いた責任を厳しく追及しました。本書でフィッシュは、近衛文麿首相は和平を求めていました。しかしルーズベルトは近衛との会見を拒否し続けたのです。日本に対する最後通牒として春ノートを出し、日本に戦争を仕掛けさせたかったのです。そうすることで
ドイツとの戦争を可能にしたかったのでした。そしてこうも述べています。アメリカ国内には欧州戦線への参戦に反対する声が多く、他国から攻撃されてやむなく参戦するという形が必要だったのです。そのため真珠湾を攻撃させて世論の圧倒的な支持を得て戦争に突入したのでした。ハル・ノートは最後通帳だったばかりでなく、その存在は戦争が始まっても隠されていました。そのため国民のほとんどは和平交渉の最中に日本が奇襲攻撃してきたと考え、ルーズベルトを熱狂的に支持したのです。日本人は最後まで勇敢に戦った。二度と米日両国の間に戦いがあってはならない。民族の歴史を公平に見ようとすることは修正主義でも何でもない。戦後の一方的な偏りを脱して公平に過去を見、非とすべきは非とし、是とすべきは是としたい。それが独立国たる者の態度と言うべきだろう。またその態度があって外国との対等な関係も築けるものだろう。一連の慰安婦問題ではっきりしたように、捏造された誤った歴史は修正されるべきです。しかし誤っていても、その歴史が都合のいい側にはそれを修正しようとする動きに対し、歴史修正主義リビジョニストのレッテルを貼ることで激しく抵抗するのです。日本叩きというプロパガンダ戦にひるまずに、勇気を持って真実を追求する姿勢が重要です。歴史は常に強者の手によって綴られてきましたが、さらにその歴史に携わる国の都合によって歪められていくものです。学校で学んできた歴史も、マスコミによる昭和史の解説も、いずれも東京裁判の歴史観で語られるために、ほとんどの日本人がその歴史観に洗脳されてしまっているのが現状です。日本の戦争の歴史はスパイとプロパガンダに翻弄された歴史でもあります。日本は他国との外交に日本人の持っている誠をもって対応してきました。日本人はアメリカもロシアも中国も日本人と同じ誠をもっている国だと考え違いをしてしまい、そしてみすみす仕掛けられた戦争に突入してしまいました。ついには日本は侵略戦争をした悪い国というレッテルを貼られてしまいました。日本は大東亜戦争に敗れました。その結果アジア全土でアジアの人々が立ち上がり独立を果たし、その後アフリカ各国にも影響を与え、ついには500年にもわたる白人による植民地支配が終焉を遂げたのです。人類が地球上に植民地が存在しない理想の世界を迎えることができたのは、日本が大東亜共栄圏を目指して立ち上がった成果でした。第一次大戦後の1919年パリ講和会議で日本が訴えかけた人種平等の提案は、日本人が古くから尊んできた八紘一宇の精神から来るものです。その時は却下されましたが、この人種平等提案は30年の時を経てついに実現したのです。しかし日本人は未だに GHQ によるウォーギルトインフォメーションプログラム、つまり日本人に戦争についての罪悪感を植え付ける洗脳計画によって戦争に対する一方的な贖罪意識が埋め込まれてしまいました。これによって
アメリカ側の戦争責任を隠蔽するとともに、日本が二度とアメリカに対抗できないよう日本人の精神を骨抜きにすることを目論みました。またプレスコードによる報道統制によって東京裁判を批判することや中国、韓国の批判ですら報道できなくなっていました。多くの日本人は日本は他国を侵略した悪い国であるという戦争の罪悪感を植え付けられました。日本人としての誇りである伝統と歴史を否定して愛国心を根こそぎに抜き去ること、国の指導者に対する国民の不信感をかきたてること、共産主義者に活動をさせて国論を分裂させることで日本人の精神的団結は破壊されていったのです。戦後70年になっても未だに抜けきれていないこの洗脳は日本人の心の奥深くにまで浸透し、国内外の反日勢力の思惑通り絶大な威力を発揮してきました。日本の近代史を全面的に書き換えるためには、多くの日本人が現在流されている歴史観の誤りに気がつき、正しい歴史を世界に広めていかなければなりません。なぜなら、中国にせよ、韓国にせよ、ロシアにせよ、アメリカにせよ、我が国が戦勝国にとって都合のよい歴史観に洗脳されていることが、それぞれの国の国益にかなうからであります。戦争の原因をすべて我が国になすりつけることができるだけでなく、少し圧力をかけるだけで中国も韓国も我が国から保証や資金援助を得てきたからです。また日本は ODA で中国や韓国に莫大な資金を提供しています。今こそ日本の正しい歴史の真実を学び、その呪縛を解く時が来たのです。世界は未だ混沌の中にあります。宗教の対立による混乱がますます深刻化してきました。日本の外交戦略にも厳しい判断が要求されています。しかし日本人には世界に誇るべき和をもって尊しとなすという精神があります。争いが絶えないこの世界情勢の中で、たとえ相手がどのようなものである、それを許し受け入れ認めるという思想、それが和の本義なのです。この精神を実践し、日本が世界でリーダーシップを発揮するには知恵が必要です。中国も韓国も北朝鮮も同盟国のアメリカでさえも和の国ではありません。その国の都合を優先します。日本でも国益は常に優先されます。当然のことです。日本は近代の歴史を振り返り、よく学び、知恵を使って他国の仕掛ける情報戦やプロパガンダに打ち勝っていかなければなりません。上元戦とは、1999年中国空軍の二人の大佐の著作、上元戦21世紀の新しい戦争の中で提言されているものです。これは宣戦布告して軍事力を投入する通常の戦争ではなく、新しい戦争は情報、政治、経済、すべての生活の分野で戦争を仕掛けるというものです。コンピューター分野ではハッキングなど敵国の情報を混乱させたり、情報を入手したりすることです。現に中国では現在ネット軍といわれる兵力が40万人いると言われています。情報を操作して日本イコール悪のイメージを浸透させ、靖国神社参拝への内政干渉、また東京裁判士官の徹底、
親中反日番組の制作による日本のマスコミを通した洗脳などが挙げられます。日本は他国や国内の反日勢力の情報戦やプロパガンダに弱く、カウンターが打てなかったために長い間捏造された歴史によって日本人としての誇りを失ってきました。未来を作っていく子どもたちのために、もう二度と日本が無意味な戦争に向かわないためにも、戦後70年の節目に正しい日本の歴史を学び、日本人としての誇りを取り戻しましょう。